クイーンズ大学ベルファスト校のアシュビー胸、エリック・アシュビーは、イギリスの植物学者、教育者、エセックスのレイトンストーンにて生誕。ロンドン市学校に通った後、王立科学カレッジを卒業し、理学士を取得。1926年から1929年まで、インペリアルカレッジで実験女子を務める。1929年、 シカゴ大学からハーグネスフェローシップを受ける。1931年から1935年までインペリアルカレッジ講師、1935年から1938年までブリストル大学講師を歴任した。1938年、アシュビーはシドニー大学の植物学教授に就任し、1946年まで教鞭を取った。 1944年から1945年の間、モスクワの科学カウンセラーを務めた。1947年から1950年まで、マンチェスター大学植物学講座のハリソン主任を務めた。バージェスとエデンによると、植物学に対するアシュビーの情熱と才能によって、マンチェスター大学は植物学分野において、イギリス国内でも指折りの名門校になった。 1950年から1959年にかけて、クイーンズ大学ベルファスト校の学長、副総長を務めた。また、ケンブリッジ大学においても、1959年から1975年まで、クレアカレッジのマスター、1967年から1969年まで、副総長の役職にあった。1968年から1974年まで、 カルフォードスクールの理事長、1970年から1973年まで、環境汚染についての王立委員会の委員長を歴任した。1956年にナイトの称号を授与され、1973年7月6日には、サフォーク州ブランドンのアシュビー教として一大貴族となった。1935年から1938年まで、 実験生物学会の秘書、1962年から1963年にかけて、イギリス科学促進協会の会長を務めた。1961年、アメリカ芸術科学アカデミーの名誉国外会員に選出された。1968年、タスマニア王立協会からセンテナリーメダルを授与され、1973年には、クイーンズ大学ベルファスト校の学長。 副総長に就任した。また、イギリス国立果実貿易協会のアドバイザー、王立協会のフェローを務めた。1966年、バース大学から名誉学位を授与された。アシュビーは、エリザベス・ヘレン・マーガレット・ファリースと結婚している。彼女とは、細胞組織における炭素測定のための焼却技術についての共同研究する中で出会った。 マイケルとピーターという二人の息子を設けた。ありがとうございます。